バトルの余韻に浸ってますけど、今ね、深刻なやっぱ問題が、なんでオフ会の？嘘、集まってないの？俺そこまでして、会わなくていいんだよ、リスナーさんにね。なんか俺がなんか、会ってあげたいって思うけどね。わーおはーちゃ会ってあげたいとは思うけど、ーん。なんか俺が必死こいて出会い中みたいになってるでしょ。そんなことないけどな。いやいや、もう今なっちゃってんの、うちのがなんね。で？違なうよ。んか、じゃあゼロリス。それに関して言うなら、やっぱりね、配信者として、やっぱこういうね、ありがたい場を設けてもらったわけでしょ？そしたらさ、さすがに人数集めれませんでしただと、前から、俺らが笑われるんだったらいいよ。でも、枠全体が笑われてしまうやん。あ、01枠、無限枠って、結局閲覧は多いのに、ね、そういうイベントしたら、人来ないんだって。それが嫌だから必死なんだよ、俺たちは。で、荒野の枠集まってるでしょ？なんか、まあ、必死こいてなかったんだけど、これね、俺、必死こいて集めないと、マジで集まんない。いや、マジで集まんない。ってこいとや、に気づ俺いもた。そう。俺もだってまだ半分もいってないからね。え、ガチで。俺、ミユに全部管理してもらってるんよ。サブスクメンバーさん、8月28日、01と、無限と、荒野でね、オフ会あります。で、1枠、14時から10、じゃ、間違え、16時から18時までが1部。で、あ、ごめんなさい、9月の28日ね。うるさーあれあれ。ガチャガチャガチャ、お前、あがしばっとか取れよって、お前。なんとあんぞ、お前。今何で今日から本格的にもちょっと集めようかなと思って、今。16時から18時までが1部。で、18時から20時までが2部で、合計ね、各枠20人ずつ集めないといけないんですよ。で、参加費は1万円。で、オリジナルシャンパンは3万円。別にこれはね、おろせる方がおろしてくれたらいいと思ってて。はい。時間が16時から16時から18時が1部。18時。はい。で、18時から20時までが2部となっております。16時から20時半、4時間。だから合計4時間よ。ちょっと待って、18時から20時までね。そう。だから16時から18時までと18時から20時まで。16時から18時まで、一が部1が。部！16時から18時なんだ。そう。6時までが1部で、で、6時から8時までが2部。6時から8時までが2部。ちょっとおしっこしてきていい？すぐ帰ってくるから。よくしょ。あいつ。ちょっと無限リスナーさん、ちょっと寝返りしてもらっていいですか？ちょっとこっちが2人しかいないんで、一応ゼロワンリスナーってことで寝返っていただけないですかね？どうですか？今、トイレ行ってらっしゃるんで。無理です。二人はちょっと、ひどくない？さすがに。想定外なんだけど。お酒飲めない場合、飲まないでいいじゃん。ウーロン茶飲んどけばいいじゃん。あと2人じゃない。今、集計したら2人だけなの、本当に。いっぱい来全る。然、うちも足りねえ。2人。で、うちは男性、女性関係なく来てくださいって言ってる。俺は女の子ばっかりって言ってるから。やっぱり。あ、21人まで増えた？21人まで増えてる。ミユにね、連絡してね。サブスクメンバーの人、来れる人。管理人さんに連絡してね。面レベ低くてもいいよ。関係ない関係ない。サブスク最近入った人でも全然 OK。 1人だから不安。まあ、いや、で管も理みん人な一さ人やで。みんな一人よ、これ、ちなみに。ん。大丈夫だよ。管理人さんいるし。だから、うちは、ちなみに、白浜のぞみに、新宿駅に、看板を持たして、無限ファミリーっていう看板を持たして、みんな集合して、そこで、みんなで行列で行こう作戦作ってる。じゃあ、うちも、ゴジラ前ね、新宿、歌舞伎町、ゴゴジジララ前前集いい合。ね、確かに。パクらないで、俺の提案だから、被るから。
恥ずかしい。なんで、俺、ちょ、いいよ。大や行めて。列でいいやん。やめて。別じ々ゃあ、うでち集合は、して。わかりました。じゃあ、うちは、風林会館前集合で。まあ、オッケー、それなら。ゴそジれ、ラじゃあ、前バはッ俺ティンの。グセンター前。俺、ゴジラ前で。縄張りだから。え、てか、一緒に行こうよ。嫌だよ。なんでよ。恥ずかしいじゃん。なんで？じゃあ、ゼロリスと、ムゲリス、全部、ゴジラ前に集合させて。だから、そっちが集まって、俺一人ポツンといたら嫌でしょ？じゃあ、俺らをここに行かんのよ。どういうこと？だから、リーちゃんに行ってもらって、そこに。ああ、そういうこと？そう。で、案内してもらう。ああ。でもいいんじゃない？俺もやめるわ。やめるなよ。時間になってさ、ゾロゾロ来てさ、どこのリスナーが、あ、無限リスナーです。あ、どうも。あ、無限リスナーさん。これ、ゼロリスいなかったらどうすんの？いやいや、さすがにないだろ。俺、マさジすで、がにない。マジで俺、シャンパンタワーぶち壊して帰ってやるわ。その時は、俺も協力する。もう嫌だよ、そんな思いけいする。るの。だっ嫌て、だ、もう、嫌だ、もう、嫌だっだ。て、あなおた、あ前。なたね、大阪の嫌握手だ。会、何人来たんですか？いや、リアトツーマチはあれだったけど。そうでしょ？だって、リアト津町に来れるってことは、ね、他にも来れるわけなんですよ。いや、もう来ないよ。いや、来れるこれ、よ、来れる。リスナー同士っていうのも余計なんか、あれなんちゃう。で、アカウントを晒すのが嫌なんじゃない？え、別にアカウント言わんかったらええやん。アカウント言わないなら来れる、みんな。もう別にアカウント言う必要ないやん。で、ぶっつけ本番でやろうかでもそれでもいいって言ってたよ、こうやは。な。でも、やっぱ一応、上限が決まっとうから、で、渚とかも来たらいいじゃん、条件。上限が決まってるやん。20人っていう上限やん。でも、こうや、何人でも来てもいいって言ってたで、あれ、自爆に。そう誰なでの。もいい。誰でもいい。何人でもち来なてみにくね、れっ皆て。さん、サイン欲しい方、色紙買ってきてくださいね。色紙ないですよ。サイン欲しい方は、ちゃんと色紙自分で買ってきてね。アカウントが恥ずかしい。え、別にアカウント見してなんてならへんやん。だってあなたさ、屋台どんだけ呼んでたん？いやー、あれはやっぱご当地の人で、自爆のリスナーさんじゃないから。ああ、徳島来てるんだ、やってるんだ、で、ちょっと行ってみようが多いんすよ。の歌舞伎町来てるんだ、やってるんだ、行ってみようやん。いやー、歌舞伎町系はいないね。そう、そ歌舞伎町系リスナーはいないうなの？とそんなんやっ思う。て、うちもやって。うちもだっていっ確かぱいあって、ホストクラブ行ったことないから怖いとか、歌舞伎町行ったことないから怖いみたいな。めっちゃおったよ。おった。めっちゃいた、めっちゃいた。でも大丈夫やでって、みんなそんなもんやからって言って。で、身分証出すの嫌って言うけど、別に、荒野の店だからちゃんと管理してるし、そんな悪用なんかまずないっすよ。あるじゃん、サインみたいなもん。いいよ。ちょっと待って、剥がれないわ。ちょっと待ってよ。俺はシャリツブ君ぐらいなら書きますけど。怖いイメージとかって言ってるけど、来る気ないでしょ？俺が守るよ、そんなの。俺がホストやるんだよ。行きたいけど、サブスクじゃなくてもいいよ。LINE して今。行きますって。じゃあ、サブスク限定でお願いします。行きたいはやめて。もう、行しきっかたりいがと。一番ね、あれやからな。行きたい。で、会いたい、会いたい。普段行ってるやつほど、こういう時に引っ込む。出てこない。めっちゃ滑ってる、めっちゃ滑ってる。いや、涙やたらが。君一人一枚やな。さすがに。じゃないと、ね、そんなお前、100枚も200枚も書かされたまるか、お前。他お前。以上だ LINE もしてもいいし、管理人さんにも連絡も、両方して。服にサインいいよ。もちろんよ。で、俺次こういう企画あるか分かんないからね。ほん一まに。緒に行ってくれるリスナーさんいたら行きますって、一緒に行くんじゃん、リスナーと集まって。マジで分からんわ。いや、何あれじを、ゃ、俺はスーツ着ひんと思う、多分。なんか何を。気軽な格好の方がいいかなと思ってる。俺はスーツに、ホスト風のスーツに、髪の毛もホスト風にします。おお、できないじゃん。で、10キロそれまでに減量する。できないじゃん。できるよ。まあ、短いやつで無理じゃん。できるよ。で、襟足もないけど、染めない。ないえ、か。つけれる襟足あるよ。じゃあ、つけれる襟足赤でいく。100均に言うとよ。
先に言っとる。それやるわ。うん、じゃあ僕は、全力筋盛りでいきます。筋盛り？筋盛りでいきます。筋盛り？はい。あの、一世代前の、ホストの髪型。こんなやつ。こういうやつ。はい。待ってくださいね、皆さん。筋盛りとは何なのかと、皆さんから聞くと思いますけど。はい。僕が見せましょう。噴水みたいな髪型。昔の。水だ、うわ。これ誰？これ僕です。うわできないよね、それ。うわ、すごいわ。これでいきます。うわ、生きってるわ、手振って。何手振ったの、こいつ。え？スターなの？手振ってたよ。はい、これでいきます。この時代からなんかもう雰囲気出てるわ。なんか変な画像出てきたし。変な画像出てきた。危ない。危ない。どうタッチ今の。両タッチ。両タッチ。両タッチ出てきた。これはゲーム界隈の桃沙汰くんっていうこのコラ画像が出てきました。危ない。あららら、変な出てきた。それいけるの？その髪型。いけます。で、なんかつけるの？なんかカツラとかかぶるの？いや、このままいきます。で、スーツ着てよ。だってホストのスーツ持ってないもん。いや、普通のスーツでもいいじゃん。だって、娘の入学式のスーツになっちゃうやん。いや、それは準備してくださいよ。その日のために。ホスト風の、真っ赤なスーツとかね。真っ白どう？無限さん。席取れるよ。真っ白。いや、荒野のスーツ入らんやろ。あ、借りるんか。サーバー、だって、これよ、みんな。だってこうやお腹出てないでしょ。だってこれ出てないや、全然出てないよ。子供か、うん、子供、うん、腹見して、あんたやブーメランや、腹見して全部ブーメラン。俺はそういうことしません。いやー、集まるかな。まあ、ちょっと今日からちょっと集めよう。さすがにやばい。もう男性、女性関係なくね、二十歳以上だったら誰でも、サブスクメンバー誰でも OK です。まあ、うちもそうしよう。断ってたからね、男性は。あ、ワンピース、50分。男性断ってたから。他の枠のリスナーとも話してくださいますか。話さくないやろ、今せんな、お前、来たかんぞ、お前。怖っ。俺もあんま話したくないかも。ちなみに、例えば、1部をゼロワンの枠、2部を俺の枠とかできないですからね。やめてね、それ。これマジできないですからね。うん、無限と喋ったら、もう、縁切るから。やばいよ。嫉妬深いから。やばいよ。うん、俺と、俺でしか見れない。で、あと1部、2部、どっちも参加もできないからね。もう1部なら1部だけ、2部なら2部だけね。無限とゼロワン推しとかマジでやめてね。無理だから、そういうの。単押しじゃないと来ないです。別にいいやんか。うん、単押ししか無理。無理です。うん。じゃあ、みゆ、ベントレー社長断ってきて。なんか、これも申請送ってきたの。多分バトルしちゃえんやろ。無理やわ、言うといて。ゼロワンさんに聞きたいんですけど、はい、押しマークを2つつけてるリスナーさん、うん、3つつけてるリスナーさんってよくいるじゃないですか。はいはいはい。どう思います？いや、どうも思わないけど、ちょっとやっぱりこちら側としたらギフトもらうとちょっと気使っちゃう。ああ、なるほどなるほど。うん、で2個とか3個中途半端だから、もう7個8個つけてる人いるじゃないですか。おるおるおる。見習ってもそこまで行ってほしい、俺は逆に。もうプロフィール全体2行ぐらいもう推しマークで埋めてる人。最近ね、はい、俺の推しマークとカズの推しマークつけてる人めっちゃ多い。増えた。いや、それ俺かぶんないね。うん、じゃあなんか、俺の推しマークにカズの推しマークがめっちゃ多い。最近。とか、アイコン枠は俺なんやけど、推しマークはカズみたいな。うん、ああ、じゃあもうかぶり始めてるんや。めっちゃ多い。いや、俺はいないけどね。
僕はいないですけどね。うん。逆にでも、ゼロワンと俺の推しマーク被ってる人見たことない。少ないね。俺多いの、向かった。お前は部屋片付けろって。おかえり。部屋片付けろ。お前じゃ片付けろ。やばいって。お前あの、ベッド出せよ。どこにあるか知らん。アイちゃん。うんふん。ヤッホー。ヤッホー、アイちゃん。見て。これ、当たったん？これ言おったやつだ。これ、なんだっけ、セモンスターって流行っとやって、最近なんか300円で買えるんやけど、なんか当たり外れがあって。かわいい。なんか、これ5000円のやつじゃん。5000円カツアゲされた。え、けど、あ、1万円だ。友達もあったやろ、お前、片付けせえ。コミュニティ。コミュニティ帰ってくるやん、お前、片付けせえよ、はよ。お前危ない。行け。騒がしい、嫌な。あ、無限、コメントなりました。バトル枠だから被ってるんじゃない？あ、そういうこと？うん、え、俺そんなバトルしてるかな、してるか。やっぱりバトル好きなリスナーで被ってんちゃう。いや、ええよええよ、別にお父さんに挨拶する。こんばんは、会長。これ配信しようのね、恥ずかしいわ。じゃあもう気にせんでって言うといて。いいん、うん、テクセの愚痴言っちゃう。いいよ、いいよ。はねや、無理。そっくりやん、無限。無限そっくりやん。いや、似てないっすよ。似てるよ。うん。ね、あの、にぎやかな家でね、うらやましいですよ。ねえ、そっちの方がにぎやかな、3人も。にぎやかじゃないよ。なあ、男臭い。いや、いいやんか。おっさんしかいない。いや、お姉さんも、おりゃ、お姉さんも。管理人さん？ああ、うん。まあ、管理人さんもね、まあ、いるけど。てか、今日寝た？なんか、俺、配信一番最初に、スタートしてすぐの時見に行った時、なんかめっちゃ眠そうな顔してたから、寝起きやったん？寝起きじゃないです。寝起きじゃない。ちょっと疲れてるんじゃない？いろいろと。顔に出ちゃってんじゃね？疲れが。最初仕事お疲れ様です。うん、いろいろあるんで。まあまあね。うん。で、そろそろいい？もう。なんなの？バトルの準備したら。いや、まあ別にいいよ。勝てるし。なんで？いや、ええよ、ええよ。ええ？常夏相手だよ。あ、届きました。強いよ。負けないよ。楽勝。今日の俺が負けると思ってんのか、お前。全勝やぞ。日韓見てみよう。いや、2位です。あ、2位すごいな。つかカズさん強、最近。いや、カズ最近やばい。やばいね。カズ最近毎日ニューム行ってる。あ、そう、うん。で、夜中に一気に、うん、夜中に行くんや。そう、あの、会長とか、ミカママとかと、うん。マジ10連戦とかやってる。10連戦とか。違う違う違う。えぇ？よーリスナーついてくな。みんな23時50分、とこなすね。とこなすね。なるほどね。いや、ま、マジで、行く。一日中。うん。すごいな。やっぱリスナーさんもバトルが好きなんやろな。なんか俺とゼロワンの枠ってどっちかっていうとバトルも好きやけど、うん、雑談も好きな人たちが多いやん。確かに確かに。バトルばっかりだと嫌に、なんか不満出そう。うん、で最近俺も結構多いよな、みんな。うん、ちょっと俺も増やそう。最近結構頭取との連戦がめっちゃ多い。へえ。三本先取りとか。へえ。差し込み勝負だ。うん、うわー、でもヌートバー来そうやな、今日。とこなすんとこ、ヌートバー最近全部逆側やからな。ヌーさん覚醒してるね、最近。ヌーさんこの前もとこなすに45万対22万ぐらいで、もう余裕やな思ってたら最後差し込まれた。あ、そういう切り抜き見た。うん、うまいよね。うまい、うまいよね。まあでも一回イロピがバッチバチにいってるからな。嘘。うん。イロピさんはまあ見守ってるもんね。でもね、ヌーちゃん、今度イロピとやらしてくれって言ってきた。あ、そう。うん。イロピさん。
ヒロペさんだって 1秒で500万とか差し込むでしょ。で、行く行く、出る。いや、もうあれ見たらもう、ちょっともう、無理、無理ってなっちゃうよね。勝てる人いないよ、今。あれ見たら。今日、剣力で見たけど。でも、俺の枠ってヒロピだけ、ヒロピがいないと勝てないって散々言われてきたの。うん。でも、今見てよ。あの、ファンダムでね、抜きでやったもんね。うん、そうよ。ファンダムもそうやし、最近の通常バトルも、ヒロピ投げてないからね。うん。うん、すごいよ。そうよ。まだ言われることもないって感じじゃん。いや、やっぱ言われるよ。団結がーとか。まだ言われるの？あ、言われる言われる。団結も強いじゃん。そうよ。だから最近はトップ10のスコアにもこだわってる。ああ、なるほどね。うん、もう何も言わさん環境にしたろう思って腹立つから。うん。そっか。何だその急な辛い感じなんだ。なんかいいなと思って。うん、あっそうと思って。いいな、なんだ、うん、いいな、やめてよ。だって自慢できることないじゃん、あんまりこっち。やるやん、閲覧も多いでしょ。うん、まあまあ、サブスクも多いでしょ。まあそれは負けてるけどね、両方。いや、変わるんでしょ。変わるでしょ。変わんないじゃん。あ、滞在時間めっちゃ長いやん。まあそれはね。いや、だってやばい、俺の3倍よ。まあそれはね、まあ嬉しいけど、まあ既存のリスナーさんがずっと見てるんちゃう？見てくれてるんじゃない？いや、それえぐいわ、マジで。16分って。まあそれは嬉しいけどね。化け物やって。うん。寝落ちに使ってるんちゃう？いや。寝落ちに。うちのリスナーさんさ、なんですぐどっか行くの？ねえ。滞在時間最下位よ、うち。平均滞在時間、指導時間。でも、その分、新規さんが入りやすいっていう強みがあるからね。うん。こっちは新規がやっぱ増えづらい。でも、リスナーになると長いっていう、そういうやっぱ枠の特徴が出てるから、で新規バトル強いじゃん。いや、そんなことない、強いですよ。新規バトル。強いです。うん。つか、俺もちょっとラストバトル組もう。いいね。カズ入っとるよ。カズ呼ぶ？ちょっと、いや、カズさん人気争ってるから、ワンチャン。ああ、なるほどね。人気ランキング、この体勢変わってから取ったことないんで、今チャンスだから、今日ちょっと狙ってみようかな。ああ、いいんじゃない？うん。俺昨日1位やったし。昨日1位だった。俺ダブル1位やった昨日。ちょっとみんなチャレンジしてみない？いけそう、いけそう。うん、ワンチャンありそうな気がする。わあ、俺3位には入りたいな、ラストバトルで。いや、無理か。ワンチャン。荒野が、荒野の200系差やろ。誰かいるかな。まだ1回も投げてない人たちが出てくるのは、これ無理やからな。新規さん。頑張んないと。と最近、タップも、やっとゼロワンと並べるぐらいになってきた、うん、いや強いよ。前タップやっぱ押されてたんよ、うん、ゼロワン枠とやるとさ。最近ちょっとタップマジで強くなってきて、ちょっとモチベ上がってきた。自慢いいっすか、そろそろ。いや別に自慢ちゃうやんか、うん、事実だけど。ああ、うん、で最近ちょっと嫉妬してるんだよ。なんで嫉妬がちょっと出てきちゃってるから。なんで嫉妬すんの、うん、だから俺結構素直だから出ちゃうの、うん、こういうこと言わなかったじゃん、もういいっすかとか。確かに確かに、うん、最近もう出てきちゃってるから。じゃあ素直だから。なんやと、なるよお前、これお前。じゃあ人気ランキングもじゃあ勝負しよう。無理、勝てない。いろいろと日韓はちょっと勝てないから。いや、人気ランキング勝てない、ゼロワンに。うん。いや、わかんないじゃないですか。じゃあちょっと、ね、あと30分なんで行ってきますわ。はい、いってらっしゃい、じゃあ。うん。人気ランキング勝ったら、とことん行ってやろう。僕はお前ら早かった。とことん行ってやろう。